吉さん、ネットビジネス10年目にしていろいろ見えてくるものがありましたけどもお正月ってのは楽しいですねお正月って新聞広告自宅にドバッとくるわけですよ、まあ、私は新聞取ってませんけどもちょっと実家にねさっき散歩がてら寄ったら新聞広告届いていてなんかキンキラキンでね本当にに何か楽しいんですよ見てると何買おうかなーとか思ったりとか明日出かけようかなーみたいな気持ちになるんですよね いやあの価格がついてるものを自らこうやって見る時点でもう出費することを確定じゃないですかでわざわざ出かけていってで人が多い中ねもう先を争って買うわけですよでもそこには必ず年末セールお正月セールでプロモーションをかけている企業側の姿勢もあるわけですよねその企業っていうのは商品調達を数か月前にして そしてプライスカードを作ったりとかチラシを作ったり従業員配置したりとかね作業割り付けしたりとかあのスタッフさんのお弁当の用意したりとかってもう様々な準備をしながらお正月に向かうわけですよねそこにあるのはお正月で稼ぐ人とお正月で休む人この二つですよじゃお金を稼ごうとしてる人がねお金を使う側にいつまでもいたらダメでしょと <laughs> じゃ正月に商品売らないって何者ですかっていう風に特にそっか塾の追熟制さんに関しては思っちゃいますね こうやって見ていてもお正月セールやってる人なんてねいないんですよ。で吉田さんも思うでしょ。年末年始でね年末年始でお金を稼ぎたいですとか言って塾に入ってる人でセールスしてる人って誰がいるんですか <laughs> 当然ビジネスとかを意識してない人はセールスなんてしてませんよ。でも稼ぎたいと思って何らかの塾に入ってる人でも年末年始は稼いでないっていうね。 この一番のポイントの時にやってないってことはもうこれが全部の答えでしょう。365日。いつが一番売りやすいんですかと。どんな日でも売れますけども、でもね、多くの人が物を買う気持ちでチラシを見る日なんてのは、このお正月の年が改まった時、こんなにチャンスな日はないでしょうね。福袋みたいなもうよくわかんないけどお金出すわけですよ。金がない、金がない、増税だ、値上げだって言っても、福袋 お得得じゃんみたいいなな買うわわけけですよ得なわけあるかいそこには必ず企業側の利益が乗っかってるんです。お得ではありませんよってことなんですよね。まあでもね、そんな中で、まあ吉田さんも言われてましたけども、最初、ものが分かってない頃は、やってもやっても結果が出なくって、本当は暗中模索で、こんなもんにチャンスあるのかいって思ったところもありましたけども、ね、そこでで挫折せずにでも。 ここを抜けたら何か見えるらもうさっきねあの FX オリアル費のお申し込みもいただいたんですけどもだって1月1日が終わった時点でねあのやっぱ数十万の売り上げが立っているわけですよ。でこれサラリーマン暮らしとかをこう差し引いて考えてみたら1月1日で3ヶ月分の給料が出てるようなもんですよ。 もう今年も終わったなって去年も言いましたけども今年もやることが終わったなみたいな感覚ですよこれはね。<laughs> うんまあ、だからねこういった考え方とかそのためにいつ頃から準備して商品作っておくのか価格設定はどうするのか抱き合わせ販売バンドルはどういうふうに考えていくのかお正月はどのように過ごしていくのかね。うんまあ、それを学ぶために塾に入り指導を受ける。 こんなにね、リターンの大きな挑戦はないと思いますよ。うん、オーバーじゃなければその意識さえあればねお金は無限に稼げるわけですよ。それに対して塾費用がね何十万とかね、うん、そのレベルでいいわけですから。で、まあ、吉田さんも18年私も10年ですけどもこの10年とか18年を凝縮した知恵をね提供できる人って誰がいるんですかって話ですよね。いないなよ <laughs> 2,3年でいいなないなななくくるせによ10年やっててももうサポートめんどくさいしって感じで塾の販売にまでで至らないい人もいるわけですよで私たちは結構おせっかいなんでねもう人の問い合わせに応えていくっていうことで自分も鍛えられるんでワクワクしますけどねまあでも塾いろんな塾ありますけども販売したっきりサポートがめんどくさいから消えるって人もいるんでねああ 消えない人を選んででしいいすね消えない人ドロンって感じでございますじゃあ今年も行ってみますか1月2日スタートでございますいってらっしゃい